おはようございます、けいかです。アロハみたいやろ、めっちゃ夏やない。あのね、今日はお家の片付けしてたら学生時代にもらった手紙の山を見つけたので、山を見つけたので、一緒に私の青春時代を振り返ってもらおうかなと思います。それではどうぞ。まずさ、こういう手紙の形が懐かしくないね。授業中にこういうのでよう回しよったわ。まあだいたいこういうのってさ、経過に回ってこないんだけど、省かれてたんかな。北ジーマキュイカって見て見て見て。叩き合いした、叩き合いしたね、何気に楽しかったよって。え、誰、叩き合いなんてしたか。幸先悪いぞ。いい手紙探す。いい手紙って言うとあれだね。あ、これいいんじゃない、これ。ほら、こんなにたくさん。これはちなみに中学の卒業式にもらった手紙。ありがたいよね。昔から経過は人にうらやまれるタイプで、ずっと大変な15年間だったと思う。ちょっと待って、ケイカって15年間もうらまれてたと。待って、読んでいい？一回。ちょっと待って、ただのこれ悪口なんやけど。自分大好きで人の話聞かないけど、それがケイカの魅力なんて。嫌われてた、もしかして。みんなに嫌われてると思わないでね。少なくとも私はケイカのこと大好きで大好きで。え、やばくない、私って嫌われてたの。最後にずっと美しい、はい、ありがとうございます。なんかこれ以上読んでたら悲しくなりそう。え、待って、嫌な思い出がどんどんフラッシュバックしてきたんやけど。そんな経過、あ、これママからもらった手紙、ちょっと愛欲しいから見ていい？ちなみに経過は何かの節目はいつもママにお手紙もらってるの。これで愛を確かめる。いいの、もうケイカもママに愛されてたらいいの。友達なんかいらない。ね、にしてもさっきの手紙ひどすぎん。普通にケイカ悲しかったんやけど。ピエンでさ、全然気にしてない。気にしてないけど、なんかムカつくな。15年間も嫌われてて楽しい、違う、15年間恨まれてて大変だったって言われたっけ。お前だろって感じだけど、ダメ、そんな口の聞き方した。まあ彼女はきっとケイカのことが嫌いだったんでしょう。なんでかな、あんまり記憶ないけど、普通にいい思い出だったけどな。可愛いよね、この手紙。待って、いい手紙探すわ。懐かしい。これはケイカがレジェンドっていうダンスコンテストに出た時のダンスの先生に本番前にもらったお手紙。嬉しいね。この時ケイカ賞取ったんだよ。プチ自慢。なんかベストダンサー賞みたいなのもらったの。まだまだ自慢するからね。あとねそう、すごい大きなステージで大人数で踊ったんだけど、今までで一番ケイカがステージに立った中で50人くらいだかなと踊って超興奮した。しかも超練習頑張ったから、踊りながら最後泣いた。あの真っ暗になった瞬間、勝手に涙落ちてきたので、終わった瞬間みんなと抱き合うやん。もう最高に幸せだったんだよね。そういうのが好き、ステージは。そんな先生からもらった手紙には
おいつも可愛い経過には癒されてたけど、しっかり強い眼差しで力強く踊る経過のそのギャップが大好きでした、ってめっちゃ嬉しい、超超超嬉しい。よかった、こうやってちゃんと残しといて。変な手紙もあったけど、まあまあへこんだから今他のお手紙で癒されようと。こうやって手紙を振り返って読むといいね。最初なんか嫌な手紙あったけど、あれさ、やばくなかった？傷ついたわおもろいけどこれはケイカのアレルギー表猫アレルギーにバッチリ線入ってるんやわ。 猫とハウスダストとコナヒヨウ、コナヒヨウヒダニ、ダニかがアレルギーやぞと。あー、これ懐かしい。これは20歳の時にママからもらったお手紙で、うん、21歳のバースデーは絶対に一緒ねって。そう、その時はケイカ東京でリモートでケーキ食べたの一緒に今年は一緒に入れてよかったな。今年の誕生日はね、家族に囲まれて本当幸せだった。毎年毎年さ、寂しかったのまあ離れてたっていうのもあるけど、これからは誕生日一緒にいたいし、記念日ごと行事ごととかたくさんしたい。クリスマスからハロウィンから、おいっ子もできたしさ、イベントのこととかを全力で楽しみたいの。もうハロウィン経過頑張っちゃうよ。その時においっ子がハマってるキャラクターとかも全力でなる、頑張っちゃうから。見て見て、こんなちっちゃい手紙見つけた、かわいいな見た目は大人、頭脳は小児な経過さん、東京行っても頑張ってくださいってねえ、経過ってさ、中学時代どんなイメージあったと。まあ見た目は大人ってとこだけ受け取っとこう。いやー見て、これは韓国に行った時に同じメンバーからクリスマスだったかなの時にもらったお手紙で、韓国語と日本語両方書いてくれてるのね。なんだけど韓国語でどうしても読みたくってさ、頑張って和訳して読んだの。おにって書いてある、経過おにあにあせ。いやー嬉しい嬉しい嬉しい。で日本語でもさ、頑張って書いてくれよってね、漢字とかでも書いてくれてんの。韓国行きたい、会いたい、喋りたい。韓国語ね、勉強しなきゃな、たくさん会話したいの。この時こうやったよねとか言いたい、1年前はこうだったよねとか、これからはこうなりたいよねとか、うん、話したいな。なんかね、あとはいろんなお手紙あるんだけど見せれないかも。あれ、あ、さっきのか、またちっちゃい手紙出てきたと思った。これもママから、これはクリスマスにもらったやつ。ほうほうほう、やだ見せれない。写真とかも入ってるんだけど、何の写真だろう、ママかな、うん、韓国にいる時に写真持って行ってたの、ママ、お兄ちゃん、お姉ちゃん。これは韓国のカフェで、カフェでパリスってとこ、ここのパフェが美味しいんだよね。これは初めてママが韓国に一人で遊びに来てくれた時。まあそんな感じよ、ケイカの学生時代は。学生時代というか、また今度昔の写真とかを振り返りながら浸ろうかな。お付き合いください。みんなもさ、昔の写真とかお手紙とか振り返って見てみて、面白い発見があるかも。あれ？俺？私嫌われてたんかなと思うから。何この手紙、
毎日忙しそうで、なのにいつも笑顔で、ケイカの笑顔は本当に素敵だと思ってます。バカっぽいこともたくさんあるけどって。おい！いや、嬉しい。そうなのよ。こうやって仲良くしてくれた友達もおるとよ。大事にしよう。てかね、連絡したいんだけどさ、地元帰ってきたし、せっかく。連絡先知らないんだよね。何も繋がってないの。もし見てたら連絡ください。はい、今日もケイカは元気です。なんじゃこの終わり方。今日もありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録とコメント、気にしてないから集中してケイカ。グッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。じゃあバイバーイ。